夢ラジオ第6833回今日は令和6年10月3日木曜日です時刻は午後1時半横浜港北雲がどよんと低く垂れ込めたそんな秋の午後ですリスナー皆さんいかがお過ごしでしょうかさて1時半の夢ラジオ今回は兵庫県知事選の行方パート2です 失職して出直しをやるたった一人で戦うもう完全無所属ですよねそういう斎藤元彦さん前知事ですなんかあの駅に立ってもう手を前に揃えて「おはようございます」ってやってるあの姿が、まあ、ある意味痛々しくけれどなんかそれにしては爽やかなあのお顔でですね実はあれ斎藤違うぞっていうふうに思ってらっしゃる人も県民でも 増えてくるんじゃないでしょうかなんか完全に斎藤 B 期になってしまったこの夢ラジオの放送なんですけど、まあ、今振り返ればただのつるし上げで百条委員会もあとメディアが言っていたことの証拠が何にも出てこなかったとあのおねだりとか,なんかパワハラとかの全部印象なんだよね聞き取りアンケートっていう。なんかそれがまるで事実かかのようになんか メディアがガンガン報道してましたけど、何にも出てきませんでした。で、ここに来て、あの、なんか湾岸利権、ちと私もよく調べきれてないんですけど、湾岸利権っていうのに、あの、斎藤前知事がね、あの、手を入れようとして、でそれで県職員から反発を食らったと。あと、庁舎の建て替え、これもやらないと。 それは庁舎がピッカピカになると職員嬉しいに決まってますよで。横浜市役所でもまあ汚い庁舎があったんですけど、館内に。それが桜木町に今もう見上げるようなすっごい新しいビルが建ってますよね。あれ横浜市役所になりました。まあ、よ、前の横浜市役所の庁舎があまりに汚かったので、あの横浜スタジアムの隣のね、館内にあった。だから私は横浜市民としてあの、綺麗なあの役所に なるのは別にあの反対じゃないんですけど、使うべきところには使わなきゃいけないのでね。ただ、ま、斎藤さんは、あの、庁舎の建て替えっていうのはまだ必要がない。そんなところに金使うのやめろ。それは職員ブーって言いますよ。で、職員の天下り先を規制し始めたり、で、あのまま行ってたらなんか職員の給与とかも見直そうぐらい言い出しそうな雰囲気ですよね。これ全部日本維新の会じゃないですか。これ。 全部日本維新の会だから斎藤さんからしたら日本維新の会のその党の理念に忠実にやってたらだったら党からも切られた一方事の,の発端になったあの姫路の県民局長さんも要するに公務員の守秘義務違反ですよねあのメディアにリークしてしかもそれプラス その、職場のパソコンを使って、なんかこういうリーク情報を打ったり、なんか別な情報があって、これ中身開示できないってことなんですね。プライバシーに関わるって報道なんですけど、ただ、あの、役所のパソコンは、あの、その、プライベートなパソコンじゃないので、そこで書かれたらことは全部誰でも閲覧できなきゃダメじゃないですか。 当たり前ですけどでそこに何書かれてあんねんと何の情報があるんやと一体この県民局長さんそもそもどういう人なんやというのもなんかだんだんあの疑問に思われてきましたね。今まではその県民局長さんがどうしても聞き入れられなくてなんか抗議の自死みたいな感じでで斎藤前知事は。 悪役やと。悪いものやと。いうふうな、そんな受け止められ方だったんだけど、どうもそうじゃないですね。ここに来て、尼崎市の女の市長、あの、3期ぐらいやった人が出る。まだなんか若い感じの、そんな人が出るとか。あるいは、共産党も出すと、お医者さんを。 あと、日本維新の会はもう斉藤さん辞めて、なんかアナウンサーやってた人を出すんだ、という、そういうことならしいんですよ。で、維新の会だと、このアナウンサーさんは、あの、兵庫県のこともよく知ってるから、任せられるという話なんだけど、政治経験がね、あの、どこまでやれるのかと。県知事っていうのはやっぱり国会議員、 兵庫県だったら3人分ぐらいあるんじゃないですかね。あの、県知事だと、兵庫県だとね。まあ、重積なんですよ。で、他にも2、3人まだ出るかもしれませんね。もっと赤市長の泉ふさほは出ないと思います。というようなことを考えると、割と票がばーっと割れてですね、まあ、変な戦略なんですけど、変な戦略なんだけど、知名度だけは抜群な斎藤さんが、 案外10人のうち9人に嫌われても1人熱烈なファンができればこれ有利ですよね投票率が上がってくればまた別ですけど投票率がこれまでのような30%とかそんなあの投票率だったら10人のうち9人に嫌われても1人に熱烈なファン作っとけば わかんないですね。しかも、あの、候補者乱立で票が分散されたら。そうなんですよ。案外選挙ってこの辺が面白いとこでもあって、さっきからまあ10人のうち1人って言ってますけど、10人のうち2人になってきたらもう20%じゃないですか。その20%をファンにして、そしてあの、投票に行かせたら、もうわかんないですよ。こうなってくると。 だから、斉藤さん、ご自身でも今おっしゃってるように、なんか、たった一人で、ね、政党や組織の、あの、バックがないから、厳しいことは承知してますって言ってますけど、あの、一人での、この前まで知事やってて、俺は知事なんだぞとかっていう報道もあったよね、あれもどこまで本当なんでしょうか。そんなイメージのついた人が、もう道行く市民に、ね、おはようございます、行ってらっしゃいませ、うん、あれは絵になる。 何か感じる兵庫県民はいると思いますね。兵庫県知事選挙の行方ですね。この夢ラジオでは追いかけていきましょう。これから、あの、衆議院選挙と被らないように、ちょっとずれて来月にかけて行われるようですね。斎藤さんは辻立ちをずっとやっていくと思いますよ。他の人はまだスタートもできてない状況ですよね。